生まれたももです。私のパジャマはこちらです。こちらは H&M で買いました家着ですね。私の本当普段スノボツアーの全部が終わったと思うんですけど、感想を教えてください。スノボ立つことも難しかった私が、さっき2回ぐらいは滑ったんですけど、立ってしれっと滑ってたよね。しれっと立てたんですよ。そうでも全然まだ下手くそなんで、去年絶対スノボ向いてないわと思ったんですけど、プライベートでも行きたいなって初めて思いました。ご飯も楽しみたいと思います。ヤッホー、あゆみだよ。あゆみのパジャマはこんな感じです。これは先輩がブランドを出しているクタさんっていうブランドです。もこもこのこれがめちゃくちゃいい香りがするんですよ。服から香る洋服みたいな、すごいいい匂いでリラックスできて超お気に入りです。靴下とスウェットはドンキです。パジャマとか去年のスノボで早めの格好できてもなんかあんまって思ってドンキで揃えました。この上下1000円もいかないと思います。靴下も何足で1000円とかだったかな。裏木もモコ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 で、冬をアッタアッタアタク乗り越してます。これまでの感想とか聞いていいですか。私スノボ2回目なんですけど、とりあえず超楽しいです。超楽しすぎて、超滑りすぎて、超疲れてます。見てこのヒットボールのおでこの跡そう、これで隠してます。後半も盛り上がろうもう無理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 ヤッホー、なぎです、ちょっと待って声やばくね。ヤッホー、なぎです。私のパジャマ紹介をしたいと思います。私のパジャマGU で買いました。めっちゃあったかくて、もう普段もずっとこれ着てるんですけど、スノボでもこれを持ってきました。あったかくてお気に入りです。スノボツアーの感想とか聞いてもいいですか。楽しいんですけど疲れすぎて、ひとちゃんについてずっと滑ってたんですけど疲れすぎちゃって、一旦後半に向けて休憩しようかなって思ってます。頑張ります。こんにちは、ももあです。もものパジャマはこんな感じです。このセットアップは GU で買いました。可愛いなと思ってこれを選びました。彼氏とお揃いでいつもこれ着て寝てるので、今日もこれを持ってきました。ここまでの感想を教えてもらっていいですか。スノボをするのが初めてだったんですけど、意外に来てすごい楽しかったです。また来たいです。バイバイ。こんにちは、リアナです。私のパジャマはこんな感じです。です。もらったものなのでどこに売ってるのかわからないんですけど、あったかいしクマかわいいなと思ってこれを着てきました。ここまでのスノボツアーの感想を教えてください。はい、今回はスノボ自体やるのが初めてだったんですけど、止まり方とかわかんなかったんですけど、初めての割にはちゃんと下まで滑れたので良かったです。今度はもっと練習して早く下に降りれるように頑張ります。バイバーイ。ミセリのパジャマはこんな感じです。はい、この服上下セットアップなんですけど、インスタグラムの通販みたいなところで買って、英語で読めないんですけど TEFTEF でテフテフみたいなとこのショップで買いました。これを買ったポイントはピンクで派手で可愛くて、こうちょっと丈が短めになってるから頭に中が見えて可愛いなと思ってこれにしました。スノボツアーここまでの感想を聞いてもいいですか。スノボーリスにめっちゃ初めてやったんですけど、いけるかなと思ったけどめちゃくちゃ難しくて、ブレーキとかもやってんのに全然止まらんくてめっちゃ怖かったです。全然滑れませんでした。以上、リセリでした。バイバーイ。アロヘー、マリサです。今日のマリサの寝巻きはこんな感じです。はい、
ドン・キホーテで1000円で購入しました。この服のポイントはここがぬいぐるみみたいな感じで着ぐるみみたいになってるのと、尻尾がめっちゃ可愛い、尻尾がちゃんとついてて可愛くなるのであったかいです。ここまでのスノボツアーの感想を聞いてもいいですか？スノボは初めてで、もうほんまにできるかわからなかったんですけど、案の定スノボは一切できなくて、ハリュウ君とアイリさんに助けてもらいながらちょっとだけ滑って最後ずっと下まで歩いていきました。で最後スキーに変えたんですけど、スキーはちょっとだけ手伝ってもらって、あとは結構滑れました。めちゃくちゃ楽しかったです。あとのお泊まりも楽しみです。アイリです。アイリのパジャマはこんな感じです。これはすごいモコモコであったかいんですけど、エメフィールっていう下着のブランドで買いました。6900円ぐらい上下であって、シンプルなデザインで、ここにエメフィールって書いてあるの、シンプルでおしゃれで可愛いかなと思って買いました。ここまでの感想聞いてもいいですか？はい。冬のツアーは初めてで、スノボ自体するのが5年ぶりだったので、めっちゃ不安だったんですけど、思ったより感覚が取り戻せるのが早くって、ですぐに滑れるようになったので、私も2回ぐらい行きたいなと思いました。メロメロにしちゃうぞ、アイメロです。今回のパジャマはこんな感じです。このパジャマはエメフィールさんで購入しました。とりあえず色がピンク系欲しくて、あえてこの大人目のダークっぽいピンク感じのやつを初めて購入しました。スノボツアーの感想を聞いてもいいですか？めちゃくちゃ楽しかったです。前回の方がちゃんと滑れてたのに、今回めちゃ恐怖が勝っちゃってなかなか滑れなかったけど、でも雪を楽しめたなと思います。いい思い出ができました。バイバーイ。チラチラビーン、ゆずはです。ゆずのパジャマもこんな感じです。今日のパジャマはオール GU です。すっごい可愛くてゆるふわ系な女の子になれました。ハート柄なんだけど、ちょっとガーリーな感じです。上のこれはこれがちょっと薄いから暖かいようにこれを買ったんですけど、このカーディガンめっちゃ暖かくておすすめです。ここまでのスノボツアーの感想を聞いてもいいですか？すっごく楽しいです。今日初めてやったんだけどめっちゃできて、調子乗ってこんなめっちゃ斜面とかをシューってやったら大胆に転んで大丈夫とかめっちゃ心配されたけど結構痛かったまたやりたいこんにちは、せいなです。せいなのパジャマはこんな感じです。はい、ジュラピケで8000円ぐらいかなで買いました。どっちもつながってるから着やすいのと、生地がふわふわでめっちゃ好きなんですよ。ツアーの感想を教えてもらってもいいですか？さっきスノボをしたんですけど、こけたんですね。思ったよりも結構激しくいっちゃって怖くなっちゃって乗るのが、そっからもう歩いて帰ってきました。知らなかった世界を感じてしまったような気持ちです。以上です。みんな起きてる？ゆうちゃみこと小川愛菜です。今日のパジャマはこんな感じです。はい、このトレーナーが H&M、 これめちゃくちゃ可愛いオーバーサイズで、結構ランニングみたいな感じで、下はアディダスなんですけど、白のこれがポイントです。ここまでのスノボツアーの感想を教えてください。去年はももちゃんと2回ぐらい滑って断念したんですけど、今年はいろんな人に教えてもらって5、6回スイスイ滑れてすごい楽しかったです。バイこんにちは、ゆりちゃんです。私のパジャマはこんな感じです。はい、パーカーがルタっていうギターモデルの方がプロデュースしてるパーカーです。中に一応キャミを着てるんですけど、パッド付きキャミなんですけど、これは GU です。下はアリパンです。ここまでのスノボツアーの感想を聞いてもいいですか？寒い、眠い、疲れた、楽しいです。僕はもう一回寝ます。おやすみなさーいチャスマーミです。じゃじゃーん、クマさん。
な感じです。これはジェラピケのセットアップで買いました。クリスマスに出てたやつで雲に乗ってるの。すごい初めてジェラピケのパジャマ着るんだけど、めっちゃモコモコでマッチで心地よくて、だからさっきまで寝てました。ここまでのスノボツアーの感想聞いてもいいですか？ここまでのスノボツアーマジ一つ目はもうバスが辛いけど、スノボの時はめっちゃ怖かったんですけど、またプライベートとかでも行きたいです。以上、バイバーイ。どうも皆さんこんにちは、ヒューです。僕のパジャマはこんな感じです。ダン、見たら分かると思うんですけど、一応こちら僕の上がストゥーシーですね。下が H&M で買いました。でこれちょっと去年とかだと思うんですけど、後ろがポイントのストゥーシーさんのめちゃくちゃ可愛い感じですね。はいっていう感じで、ここまでのスノボツアーの感想を聞いてもいいですか？最高です。去年初めてやったんですけど、僕今日さあ行ってからの一回転っていうのだけ覚えたんですよ。だから最高に楽しくて、もっともっと滑りたかったのって、あと10本はいけたかなっていうまあ気持ち的には結構スノボ大好きになりましたね。はいっていう感じでいかがでした。バイバーイ。どうも、寝起きのりょうへいでーす。まず上の服が FR2 パーカーですね。今日スノーボーで雪国来たから寒いじゃん夜、だからこれにしました。下がベルシカのスウェットですね。これも裏がね毛布みたいになってるからあったかいんですよ。とにかく俺はあったかさ重視で来たんで爆睡しましたから、スノーボー終わってね。まあ最初ねがっつり滑って今頃帰ってきてる予定だったんですけど、午前初っ端ぐらいにもう切り上げてダウンしました。僕は夜は頑張ります。はい、皆さんこんにちは、ジョイです。はい、今日の僕のパジャマ紹介していきたいと思います。これストゥーシーさんです。下がナイキですね。パジャマなんで結構ラフです。人によってはフードついてたら寝づらいとかと思う人もいると思うんですけど、僕はパーカーとかトレーナーとか寝てることも多いです。ここまでの感想聞いてもいいですか？いや楽しかったっす。去年もスノボーツアーにエッグで来させてもらって、ほんと約1年ぶりで、いや久々にやってやっぱ楽しかったですね。以上ジョイでした。ありがとうございます。みんなおはりゅー、どうもはりゅーです。今回のルームウェアはこんな感じです。はい、ビタースターさんの方で買わせていただいたんですけども、可愛い感じですね。クマさん的な要素もあって感じですね。スノボ自体がまず2年ぶりぐらいですかね。エッグのみんなだからってのもあるんですけど、めちゃめちゃワイワイ楽しくやらせていただきました。以上ハリーでした。バイバイ。